ゼロの。そうですね、もう最初からそうでしたね。じゃあ1日の前からそれはおっしゃってたんですね。原発の危険性、はい、特に日本なんかは大きい地震があったらばまずどうなるんだろうなっていうことは思ってたので、生きた心地がしないですよね、食べ物も飲み物も、もう大地も汚されて空気も汚されて海の方も汚された、そしたらもう呼吸してるわけだし、食べなくちゃ生きていけないし飲まなくちゃいけないし、食べ物はね、田畑から取れるものでしょ、で山にあるキノコとか山菜とかそういうのも全くあの口にすることができなくなったわけですから、もう生きていけないじゃないですか、まるで生命の危機ですよ本当に。外でも遊べないと、だから、共存できないですね、放射能と人類は共存できない、